はようございます。さあ、昨日のライブを終えて一夜明けて月曜日、仙台のね、この中心街がすぐそこですけど、もうね、月曜日なんで、お仕事の格好をした人が多いですね。まあ、今日は僕は会社の、うちの会社ね、夏季休暇を7、8、9月って5日間取れてですね、まあ、そのうちちょっといくつか休日で使おうという感じでですね、はい、今日はちょっとゆっくり過ごして、もう一泊ぐらいね、この東北地方で過ごそうかなという感じでございます。同じく後泊の友達とご飯を食べたんですが、その友達は仙台城に行ってから帰るとのことなので、バスに乗って行きました。ではでは、またね。さて、見送った僕はですね、 JR に乗っていきます。スイカが使えるのはね、ありがたいですね。そして乗っていくのがこちら、仙山線になります。こちらね、後方の方が山形行きになっていて、これ愛子って読まないんですよね。この辺からかな、この辺からは山形行きになってますね。そう、山形までこれに乗って向かいたいと思います。はい、これが先ほどの怪しい駅です。ここでね、車両が半分切り離されていきます。まだね、この辺は住宅地なんかもちらほらしてるんですけれども、さらに20分ほど行くともう山の中です。仙台と山形の間の山を越えていく感じですね。そして山を越えると山形の盆地の方に入ってきます。田んぼとかね、公園とかも見えてきます。仙台から1時間半ぐらいですかね、山形駅に到着しました。山形はね、少し先にまたお祭りがあるみたいで、こんな感じで改札前に提灯もぶら下がってました。はい、仙台駅からバスで繁華街に来まして、食べたいものがあるんですよ。こちら栄屋本店さんに来ました。投資営業がありがたい。食べたかったのがこちら、冷やしラーメンになります。山形は盆地で昔から夏は暑いので、いろいろ冷やして食べる文化があるそうなんですけど、まあ冷やし肉そばとかもね、有名みたいで、で、冷やしラーメンっていうのもこの山形ではよく食べられる食べ物だそうで、山形もね、世帯消費ラーメン数のこう上位をいつも争ってますから、夏はで冷やしラーメンということで、で、そのメニューを最初に出したのがこちらの栄屋本店さんだというところで食べに来てみましたというところですね。まあ味は見た目の通り本当に冷やしたラーメンということなんだそうですけれども、まあ、普通のラーメンを冷やしてしまっても、こう油分とかが固まってしまうので、なかなか作るのが大変っていうことらしいですけどね。はい、まあ、この日の山形も結構暑かったので美味しくいただきました。の方もね、酷暑で暑いんです。まあ、それでも山形は東京より仙台よりマシかなっていう感じですけど、いや、それでもね、暑いんでね、こう
スープも冷えてるラーメンってなかなか全国的に珍しいと思うので、冷やし中華はね、麺は冷やして、まあ、タレにしてある状態ですけど、いや、体が熱いと思えばそのスープもね飲んで冷やすこともできますし、まあ、お腹冷えちゃうってのはあるんですけど、まあ、いい食べ物だなって思いましたね。で、今回は歩いて駅まで戻ってきて宿泊地まで行きます。で、スイカでね、なんとこの山形駅までだけじゃなくて今日のホテルのある上山温泉まで行けるんです。で、乗っていくのがこちら、米沢行きの大宇本線でございます。出発しました。せっかくなんでね、運転手の後ろ側を撮らせていただいております。で、こちらなんですけど、なんとですね、新幹線が走る線路を走ってるんですよ。なんと線路の幅が普通の在来線より広いっていう、このね、右側に見えるところが新幹線の車庫もある車庫ですね。共同になってるんですかね。そういう珍しい区画です。はい、というわけで、ものの13分ほどの乗車で上山温泉駅に到着です。こちらもね、新幹線が止まる駅なんですが、同じホームを在来線も使っているというところになっています。結構ね、学校帰りの学生さんも多い時間帯でしたね。いいっすね、温泉街に流れる川のせせらぎ。月曜日の午後5時手前ぐらいで、駅前のね、学校帰りの高校生とかぐらいにしか想像してませんね。さて、15分ほど歩いて着いたのがこちら、材木栄屋さん。こんな構えでね、ビジネス仕様のホテルなんですよ。数年前に経営者が変わって改装したみたいです。はい、お風呂に入ってきました。サウナがね、最近できたみたいで、新しいサウナって感じの木の香りもね、とっても良かったです。そしてご飯にもね、ビールを頼んでしまって、はい、もう完全にオフショット側でございます。そしてこちらがお肉。こちらね、やっぱ山形っていうだけあって煮物がたくさんありますね。まあ、冷製のものが多いんですけど、それでも美味しくいただけるっていう感じでした。はい、朝ごはんもね、美味しくいただいて出てきました。いや、温泉もあってサウナもあってビジネスホテルの値段で泊まれてっていうのがね、とても良かったですね。で、歩いて10分ほどのところにある上の山城に来ました。せっかくなのでね、観光というところで来ております。こちらの城の沿革なんかも書いていて、この城はね、平成の終わりだか
昭和の最後高ぐらいの時に、コンクリで建造されたものらしくて、まあ、当時のとは若干違くて、中がね、博物館になってます。いい空だ。中で展示されている資料はアップはしちゃいけないみたいだったので、天守閣からのこの風景をご覧いただければと思います。こうね、山形の南側から盆地が一望できますね。いや、今日は本当にいい天気で、ね、夏の青空っていう感じですわ。この天守閣の一番上のところからね、ぐるっと回れるのがいいです。あちらがね、山形市の方角かな。山形都市圏が一望できるといった感じです。いや、天気に恵まれてよかった。で、城から降りてきたので、隣にあるこちらの貸茶屋、まあ休憩所とお土産屋さんですね。ちょっとこちらを覗いてみようかなと思います。買ってしまいました。朝からお腹もいっぱいなのに、まだまだ食べ続けます。このシュークリームは冷凍で、ちょっと溶かした方がいいらしいので、駅まで10分かかんないぐらいだと思うんで、ちょうどいいって言ってたので、溶かしながら行っていきたいと思います。はい、今日はね、これから東京に戻って立川での AQ48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦を見に行くんですけど、いやー、予選グループの組み分けがね、2組目かなが、僕の資源が重なってですね、あーっていうところもあり、いや、もうなんかいい結果が出てほしいんだけど、もう本当に自分が楽しく歌えたな、いい歌歌えられたなっていうふうに思ってもらえたらなって思いますね。今年は特に去年まで連覇してた池田ゆらちゃんが出ないっていう、まあ、池ちゃんね、出ないっていうのと、あと海外組が2人初参戦っていうところで、グッというところで、なかなか優勝予想とかも、ね、難しいんですけど、本当にいい歌が聴けないかどうかっていうところでね、楽しみにしております。はい、さっき城で買った上野山シューを溶けてきたと思うんでね、食べてみたいと思います。うん、うん、ちょっと早いかも。早いも、冷たくていいね。そして隣にある観光案内所の中にですね、ワインの試飲ができるお店があったので、一杯進みながら飲んでみることにしました。山形はワインも有名なんですよ。そしてホームへ来ました。山形新幹線、山形新幹線に乗るの実は初めてなんですけど、この車両が E8系といいまして、この春から新しく走っている新型車両なんですよね。いや、これに乗れてよかった。紫の黄色のラインがかっこいいですよね。先頭がロングノーズになっております。では乗っていきます。はい、
座席はこう黄色い感じになっていて、でオレンジもね、はい、入っています。コンセントは膝掛けの下にあります。またこう空調のカバーであったりとか天井の方にもね木目が使われていて、すごく落ち着いて電車に乗れます。走行もね静かですからね、快適な車内です。はい、やっぱね山形で日本酒飲まなきゃというところで、出羽桜飲みながら東京へ向かっていきます。あーいいっすね。あ、そう、こうやってね後ろの枕も動きますので、可動式で、可動式でございます。さて福島駅付近までやってきましたが、駅手前でだいぶ減速するんですよね。ここでなんと東北新幹線とドッキングをします。この辺りでまず1回止まりましたね。でもう1回少しだけ動いて、ガッたい、ここで今つながりましたね。まあ、本来であればというか、まあ、あの東北新幹線側に乗っていればこれはドッキング見れるっていう感じっぽいですね。はい、さて東京駅に戻ってきました。いや、新しい E8系、快適な旅でございましたね。これねステップが出てくるんですよ、駅によっては。はい、それでは立川に向かっていきたいと思います。はい、では中央線に乗って西へ向かいます。はい、立川駅に着いて歩いて5分ぐらいのところにですね、ラーメン玉館っていう、まあ、ラーメン屋がいっぱい入ってるエリアがあるんですね。こちらで遅めの昼飯を食べていきます。こちらにはですね、辛いつけ麺で有名な伊野庄の立川店がありまして、そのつけ麺を食べて暑さを乗り切りたいと思います。東京に戻ってきて思ったんですけどね、やっぱり東京の暑さしんどい。仙台山形も暑かったけど、こう湿度が違うというかムシムシ度が違いますね。せーの、いや隕石ってわけでもない、17だもん。さあジョナさんから少し歩いたところにある立川ステージガーデン、入場待機列がすごいことになってますね。さあドキドキの決勝大会、しかと見てきます。はい、決勝大会ドキドキの中で終わりました。第2組はね、僕の想像を超える形で成田小日向ちゃんの歌にほろりと涙をし、坂本エレナさんのなんでもないやにも最初の音から聞き入ってしまってね、もうずっと泣いてしまっていましたね。でファイナルの方は STU の岡村梨央ちゃんが文句なしの優勝というところで、もう音に迷いがない、これはもう完璧な優勝だったなと思うんですが、僕がファイナルで心打たれたのは村山優里さんだったりっていうところがあって、やっぱ歌うまとはねまた違うところで面白さもあり、推しのね坂本エレナさんのファイナルは今ミュージカルソングを選んでくるかっていうびっくりなものもあり、まだまだ弾けるエレタンの声があるんだなっていうのを感じた一日でしたね。いやー、いろんな歌が聴けてよかった。うん、この大会でしか聴けない歌があるなって思いますね。岡村梨央ちゃん優勝おめでとうございます。